ようこそデジラボへ。ここはデジタルワールドとかすかに交わる電脳空間の狭間よ。ここに来られたということは、あなたにはここに刻まれた運命にアクセスする資格があるということね。それなら選んでちょうだい。この二つの運命、どちらの枝葉をたぐるのか。あなたの前にあるのは、現実世界と電脳世界が交わることで起きるある物語の記録よ。時を同じくして起きたこの物語を、それに巻き込まれた二人の人間の視点を通してあなたは見ることができる。お互いに立場も違えば、物語の中で果たした役割も全く違う。この二人、どちらの視点でこの物語をたぐるのか、さ、選んでちょうだい。これで選択はなされたわ。あとは定められた運命が導くままに。お行きなさい。それじゃね。また物語の中で会いましょう。エンジョイチャット、ようこそエンジョイチャットへ。チャットルームを選択してください。パスワードを入力してください。ウェルカム。
そ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来を紡ぐヒューマンネットワーク、上白エンタープライズが運営しております。
ていうか、私シラミネノキア。よろしく。じゃない。遅いよ。何してたのよ。こんな危ない場所で一人きりで待たされる身にもなったよね。ブルーボックスはまだ来てないのかって？来てますよ。来てますが何か？ちょ、信じられます？あいつさ、俺ちょい幽霊探してくるわとかとか言って一人でどっか行っちゃったんだよ。あいつそういうとこあんだよね。自己中的な、イケメンだからって調子乗っちゃってるみたいな。大体何？白い少年の幽霊？噂になってるだかなんだか知りませんけど、見つけてどうすんすか？っていうか、電脳空間で幽霊なんて非科学的だし、意味わかんないし、怖くともなんとも。恨めしや。ドアショー！ちょ、ビビりすぎだっての。なんだ、新たじゃん。ただの新たじゃん。幽霊かと思った。ったく、チキンのくせに意気がってこんなとこまでのこのこ来てんじゃねえよ。うわっ、そのこんなとこに置き去りにしたのはどこの新たよ。あんたの血は何味だ。ああ、うっせうっせ。つーか、初めてだよな、こっちで会うの。真田新だ。ま、適当によろしく。自己紹介くらいちゃんとしなさいっての。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴っぽいじゃん。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし、自己中だし、目つき悪いし、ほらイケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。で、お宅を待っている間にこの辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたナビット君がいないかと思ってさ。ま、そのついでにな。結局どっちも見つからなかったぜ。それどころか一っ子一人いねえ。やあやあ、お待たせ、ナビットくんだよ。集まってくれた良い子の君たちにプレゼントだよ。これは世界を変える力だよ。ハッキングだ。俺たち全員ハッキングされている。チッ、俺のゴールを簡単に突破しやがった。やり手だな、ナビットってやつ。デジモンキャプチャー？最近ハッカーたちの間に出回っているハッキングツールだ。ああ、オタクが興味津々だったそのデジモンだろ。ふん、特定のデータ、デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーすると。お、やっぱデジモンってデジタルモンスターの略らしいぜ。そう言えなくもないかもな。ま、いいじゃん別に。ハッカーなんざ今時珍しくもねえし。
やめとけ。プログラムにプロテクトがかかってる。無理に削除すると何が起こるかわかんねえぞ。逃がすかよ。ちょ、新た、なんで追いかけるの。私帰るから、もう帰るからね。な、何これ、さっきまでなかったじゃん。どうしてこんなのが。これもハッカーの仕業。先へ進めってこと？私たちを返さないつもりなの？どうした？まるで幽霊でも見たような顔だ。僕そっくりの幽霊を見たって。それならその幽霊は僕かもしれないな。僕この世のものではないと。真相は僕がただ神出鬼没なだけ。そんなところだ。安心するといい。僕は幽霊じゃない。このエデンにちゃんと実在しているよ。君のような迷い子を導くためにね。君はハッカーの証であるプログラムデジモンキャプチャーを手に入れたばかり。いわばハッカーのひな鳥だ。ここにはさまざまな目的を持ったハッカーがいる。セキュリティホールを見つけて報告する義賊的なもの。他人の財産や個人情報を狙いアカウントを強奪するもの。自分の技術を磨きただ力を試したいもの。
君はどんなハッカーになりたい？その様子だとひな鳥どころかまだ卵から帰っていないようだ。ハッカーを目指すか他の何者かになるか、それは君の自由さだが、経緯はどうある？君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果デジモンキャプチャーを手にした。そうだろ？だったら試してみるといい。デジモンと呼ばれるプログラムの驚くべき力を。それでいい。では未来のハッカーの誕生を祝して、君に記念すべき1体目のデジモンを進呈しよう。ほら、君の後ろにいるあれがデジモンプログラムだ。用意したデジモン。何？デジモンならいくらでも。しかし驚いたよ。このエリアにあんな強力なデジモンが出現するとはね。程度の低いハッカーが悪ふざけで話したか、あるいは僕に敵対する者の仕業かもしれない。ん？追いかける？あの強力なデジモンが欲しいのか？いや、あれはまだ君の手には及ばない。やめておけ。なんだって？君は追われたデジモンを気にしているのか？物好きだな。だが単なるプログラム同士の小競り合いに首を突っ込んで怪我でもしたら、君がバカを見るだけだから。君がそう決めたなら好きにするといい。後を追うなり何なりな。僕もそれなりに物好きでお人よしなんだ。
まあ君は何もしなくても構わない。ただ見ていればいい。誇り高きハッカーの力をね。どうやら君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順は狂ったが、そのデジモンは君のものだ。しっかりと指示を出してプログラムを使いこなせ。準備はいいか？お疲れ様。デジモンキャプチャーのスキャンを介さずにデジモンが手に入ることは稀だ。ましてやプログラムが人に懐いたりなど。なんとも奇妙な光景だ。君はハッカーの中でも相当イレギュラーな存在になるだろう。ともかく卵はかえった。このそれじゃあ僕はそろそろ消えるとしよう。寝つきの悪い少年。ああ、もう一人のイレギュラーの彼か。彼なら先のエリアへ向かった。そこはかつてエデンのエントランスだった古いエリアだ。その証拠に初期タイプのログアウトゾーンに残されたままだ。今はプロテクトでロックされていて使用できないが、あの程度のロック、ハッカーであればどうということはない。そうだな、ここから帰りたくなったらそのログアウトゾーンを使うといい。寝つきの悪い彼なら問題なく解除できるはずだ。なぜ驚く？まさか彼から何も聞かされていないのか。なら僕から言う。そういえばまだ名乗っていなかったな。僕はユーゴ、チームザクソンのユーゴだ。君が誇り高きハッカーを目指すのであれば我らザクソンを訪れるといい。扉はいつでも開いている。
ちょっと待って。そーっと。にゃん。ダメだよ。